まあ、英検の時期とかになるとなんか英検1級とか準1級とかに小学生で受かったみたいなのってよく聞くんですよね。それ聞くたびになんかこうもっと早く勉強した方がいいんじゃないかなとか、小学生のうちから英語っていうもののレベルどんどん上げてった方がいいんじゃないかとか、いやもっと早く方がいいんじゃないかとか、あの幼少期からそれこそ幼稚園とか保育園とかから英語に触れさせた方がいいんじゃないかとか、あの小学校1年生2年生の時点で英語を習い始めた方がいいんじゃないかとか、いろんなこと言われてるんですよ。あの英語の勉強っていうものについて、まあ、僕は児童発達の専門家ではないんですけれど、英語っていうものを勉強するんだったらどのタイミングがどういう影響になるかとか、どういうふうに勉強すればあのライフステージの後ろの方でも英語の勉強っていうのが役に立つかっていうことについては、まあ、一通りねここにあるような本とかを読んであの考えがあるので、今回ちょっとそれについて話してみようかなと思います。こんにちは、堂本です。今回は英語の勉強って子供のうちからやった方がいいのかっていう話なんですよね。その今東洋経済のねオンラインにも書いてあったんですけれど、まあ、中学生とかあの高校生から英検の勉強してももうちょっと遅いよというようなことが言われていて、で、まあ、これについて僕があの思うところ、あの子供のうちから英語を勉強しておいた方がいいと思う理由と、そうとも限らないよねっていう理由をあの両方ともお話しできればと思っています。まずその子供のうちから英語を勉強しておいていい理由っていうのがまず3つあるんですけど、1つには英語って、まあ、必要な時に学んでもものにならないんですよ。時間かかるんですよね。例えばあの社会人になってから英語必要だってなって、じゃあ英語の勉強をゼロから本当にゼロから始めようってなった時に、英語で話せるようになるとか、英語を使ってなんかこう交渉できるようになるとか、英語で仕事ができるようになるっていうところまで持っていくのってやっぱり時間かかるんですよ。明日英語必要だから英語を勉強するっていうのは間に合わないじゃないですか。まあ極端なことを言うとね。なので英語って必要な時に勉強を始めても遅いんですよ。必要に備えてあらかじめ勉強しておかないといけないんですよね。なので早いうちに勉強を始めておいた方が、あのより必要な時にね、あの勉強慌てなくていいっていうのはあるし、あとはネイティブの発音っていうものを、まあ、どれだけねあの重要視するかにもよるんですけれど、ネイティブと全く同じ発音っていうものにあの近づけたいと思うんだったら、自分の母国語、第二母国語的なところまで持っていかなくちゃいけなくて、それってやっぱり難しいんですよね。ある程度母国語っていうものが自分の中で確定してしまうと、どうしてもそれに引っ張られて発音はそっちに寄っちゃうんですよ。だから大人になってから、まあ、あるいは大人になりきってから英語を勉強するよりも、子供のうちによりその母国語っていうのも発達段階にあるっていう、その脳の発達段階にあるっていううちに英語の発音っていうものをしっかりとあの区別できるようにしておいた方が、発音の面ではアドバンテージになるっていうのがあります。で、あとは英語ができるっていうことが何らかの可能性を潰すっていうことって基本的にないんですよね。例えば英語の勉強って、まあ、それだけでねあの食べていくっていうだけじゃなくて、何かと組み合わせてあの将来的なスキルにしていくってことになると思うんですけど、まあ、例えばあの商売ができることと英語ができることとか、あるいは何か絵を描いたりとか作品を作ったりできることと英語ができることっていう風に、何かと組み合わせることによって英語って進化を発揮するわけですよね。だから専門家としての英語力っていうのがなかったとしても、まあ、英語ができることって可能性を潰すことっていうのが基本ないので、さらに言えば可能性をね広げてくれるものなので、習い事として何やらせていいか分かんないってことになるんだったら、その中の選択肢としてだったら英語の勉強っていうのはかなりありだとは思います。でも一方で英語を子供のうちから学ばせる必要ってないんじゃないかって僕が思うところもあります。その一つには、その英語を学ぶ代わりに別のことを学ぶっていうのもまあありだと思うんですよ。今言った通り英語の勉強って時間がかかるものです。あのどれだけ勉強したとしてもやっぱり年単位とかでようやくものになるみたいなところがあるので、英語に費やす1年2年っていう時間を別のことに費やしたら別のことを学べるじゃないですか。例えば英語の練習っていうのを2年やるんじゃなくて、ピアノの練習っていうのを2年やったらピアニストになる可能性が出てきたりするわけですよね。英語にかけるだけの時間っていうのを別のことにそっくりそのまま使うことができれば、あのプロとしてのねあの道が開けたりとか、あの人生を通して楽しめる趣味が見つかったりとかっていうことがあるわけです。もちろんそれが英語だよっていうんだったらそれはそれで構わないんですけれど、英語の勉強って時間がかかるものだから、だから別のことを学ぶのにその時間を当てたい、英語の勉強はこの際切り捨てるっていう選択はありだとは思います。その関連で言うと、
完璧な英語を話せるよりも機械翻訳とか AI を使いこなせることの方が価値が出る可能性があるんですよね。まあ、DeepL とか ChatGPT とか Claude 3とかってありますけれど、あれって完璧な英語にはしてくれないんですけれど、翻訳とかをしてもね、翻訳とかをしても完璧な英語、完璧な日本語っていうのに常に翻訳が完璧っていうことではないんですけれど、そしておそらくその完璧になるっていう日は原理上来ないと思うんですけれど、近づくとは思いますけどね、 100% には多分ならないと思うんですけれど、ただそれでもいいよと、とりあえず英語なんてのは DeepL とか Claude 3とか ChatGPT とか使ってそれでやり取りできればいいんだから、それをツールが間違えた時にしっかりと訂正できる、この DeepL この翻訳間違ってんなって気づける、そのレベルの最低限の英語力っていうのがあれば、それで仕事はできるようになるよと。もうペラペラの英語力とか英語でゼロから何かを表現する能力とかっていうよりも、チャット GPT とか DeepL にダメ出しをする程度の能力、そういう英語力、そういうスキルっていうのが英語力それ自体よりも求められる、あるいは重宝されるっていうことはあり得ると思います。一方で英語をスペシャリストの場で使うんだったら、つまり DeepL とかチャット GPT とかっていうような、そういう英語の痴漢翻訳のツールっていうのではダメな仕事をすると、それこそ翻訳家とか通訳とか、あるいはその特別な表現っていうのを考えたいとかね、他にも例えば海外の本とか文献っていうのを原文で読むことによってしっかりとその意図を理解したいとか、なんかそういうような時にっていうのは、やっぱ英語っていうものをしっかりと学ばないといけないんですよね。英語を学ぶ時に小学生がいいっていうのは、覚えることに対してね、抵抗感がないとか発音がね良くなるよねとかっていうような話っていうのはあるんですけれど、例えば日本語で文筆家だったりとか小説家だったりとか作家っていうのになるような人が、言葉っていうものをしっかりとオブジェクトとして勉強することに似ています。感覚的に使ってそれでうまくいっている人っていうのも世の中にはいますけど、日本語で小説を書いたりとか日本語で何か随筆を書いたりとかするときって、その表現っていうのを選ぶ上で自分で意識的に語彙を勉強したりとか表現を磨いたりするっていう、意識的にそれをやってる人っているわけじゃないですか。英語でも結局一緒なんですよ。スペシャリストとして仕事をするならね、小学生から勉強したとしても結局どこかで英語っていうものをそういう風に勉強の対象として見る必要があるっていうのが出てきて、その時に改めて英語っていうものが好きでいられるかどうかっていうのはまた別の話だと思います。日本語ネイティブでも日本語の文法やるの嫌だっていう人っているじゃないですか。古文の文法嫌だとかねっていう人っているじゃないですか。それと一緒で、英語を話すことはできる、聞くことはできる、でも文法的に考えるとか文の組み立て考えるとかちょっとみたいなことっていうのはあり得るわけですよね。だから小学生のうちから英語を学ぶことのメリットがどこにあるかって言ったら、結局発音が良くなるっていうところしか僕はないんじゃないかなと思うんですよ。今のうちに発音にめちゃくちゃ慣れてほしいとか、発音で将来苦労してほしくないとかっていうようなことであれば、ありだと思うんですけれど、そうでなければ無理にしか子供のうちからやる必要ないかなと思うんですよ。僕はそれよりも日本語で思考力だったりとか論理的な考え方だったりとか言語化能力だったりとかっていうのを母国語でまず身につけておくことの方が重要なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、究極的にはね、本人がやりたいかどうかとか、なんかそういうところなんですけれど、やらせなきゃいけないかみたいな、英検の勉強はもう中高生からだと遅いみたいなことは決してないので、なんかこう、あんまりそういうマーケティングにね、踊らされないでほしいなっていうのがあります。今から始めたって別に遅くはないわけです。なんか使えるなっていうところまで行くのには時間がかかるかもしれないけれども、英語の勉強をするっていうその取り組み自体に価値があるからです。だからなんかあんまりね、こう小学生のうちから英語を勉強しないといけないというか、勉強しないと手遅れみたいな風になってる、なんか昨今のマーケティングとか言論って僕はちょっとどうかなって思うんだよねっていうような、そういう話ですね。このだいぶ溶けちゃってるんですけどね、セブンのコーヒー、これがねすごい美味しいんですよ。これね、今までセブンイレブン使っててあんま飲んでなかったんですけど、氷入ったカップ買ってその中にコーヒー入れて飲むと美味しいっていうね。